はい、それではね、本日も楽しくスマブラやっていきたいと思います。で、月光河でね、ちょっと遊んでたら、また1000万、どこまで落ちたんだっけ？一旦ね、まあ、いい感じだったから、やり始めて、初めてオンライン潜って1000、大体、最初負けて勝って、負けて勝って、負けて勝ってみたいな感じで、900万ぐらいをね、まあ、うろちょろしてって、まあ、1000万までちょっと落ち着いてきたのかなっていうところだと思うので、まあ、ここから取っていきたいと思います。ではなー、ロフレイ。行きましょう。で、もう遊んでるだけなんで、知らないっすもん、コンボとか。多分なんかみんななんか下強だかなんかやって、その後上スマやってる、なんか上スマコンボがめっちゃあるっていうイメージなんだけど、結構私はもうそんなこと知ったことじゃないんで、私遊んでるだけなんで、ただビットで行けばいいだけなんで、遊びます。あ、ジャグでごまかします。はい、やばい。やめなさい。ジャックやめなさいって。こっちもジャックで動かしてる。ジャック勝負だな。よし、ウエスマがね。カキーン、クソ。クソ。いやー、なんでちょうどジャックがあそこに入るかな。ふざけんなよな、マジで。もうちょい足んなかったか、パーセント。ちくしょ。みー！ちょっと待って。回避入れるの遅かった。相手のジャンプ。3段目入らない。くそ。ちくしょ。いい気になりやがって。OK。せっかくワンスト目が。こっちはパワーヒートいいね、クエヌからの弱が入るとよくわからねえな。なんで弱が入るふざけんなよな。ふざけんなよ。ふざけんなよ。弱が入りすぎなんだよな、マジで。コキーン！くそ。いや、今狙えたな、スマッシュな。何クエンって結構すげえんだよな。そう。範囲がね、思ったより結構ルフレのクエンって当たりやすいんだよ。ちくしょ。ちくしょ。ちくしょ。結構当たると吹っ飛ぶんだよな、クーマイクーゴは。あれ鉄板なんだよな。内側に回り込んで、足がそこそこ速いから回り込めんのよ、こうやってそうするとスマッシュが行きやすい。あー、ごめんなさい。ちくしょ、こっち。そうだな、1回目大体やると大体2回目も同じパターンで来るから、よし、一気に持ってった。あー、早かった。危ね。すげえ、よく分かってないけど楽しいからいいやよし、でとりあえず1100万いったらまた取ってきます。よし、じゃあ月光は1100万超えてきたんで遊んでいきたいと思いますよ。リンク強えな、強キャラじゃねえか。でも強キャラを倒すのが面白いんだよな、スマブラな。そうなの?OK、ハマった。なんであれでもうさ、こっちの方がパーセント取られてんの、意味わかんねえだろ。足つえ。いらん。85か。ラッキー。当たれ。クイーンの反撃やつ。あ、いった。あ、いかねえ。ラッキー。
ジャンプないよね。ジャンプねえけど帰ってこれんな、その距離。あ、ラッキー。危ねえ。オッケー、いじめる。おい、クエナあんまりそこまで隙があるわけじゃないから。うん、ジャグが入るからな、その後ごまかしで捕ましてくれない。ギャグギャグギャグ、家で拾うと大体クエが入りやすいんだ。やべえ、なんで逆に入ってたんだ自分。チクショ124だろ、やば。はあ、やば、危ねえ。150、前投げでいく気がすんだよな。あー、崖橋じゃねえから無理だ。行かなかったー。179、マジでもうバーストさすがにしたいよな。マジまだいかない。バランスいい。やっといったよ、 76% も落ちたし、こんなわけのわからない時に。そして最低じゃね、最低だよ、あんだけ食べたのに。もうで39ね、50ね。61、やべえ、横火なー、リスクがあるんだよなー。100、114、はい、ありがとう。ふっ、危ねえ。よし、じゃあまた取っていこう。ベヨネッタ、ルイさんかわいい。誰のことを言ってんだ。やべえな、即死婚してくるベヨネッタか。どういうタイプのベヨネッタかな。引っかかっちった。うめえな普通に。あれにハマるんかい。おい、あお、逆。逆だって。
しょ。87か。あーおマジか。 OK、 こっちのスマッシュの発生早いだろ。さすがにいらねえ。そればっかだな、やっぱ横 B ばっかだな結局。ちくしょう、ガーキャンか。それで40。58。76。83。あーガーキャン強いな。そこまで強いんだベヨネッタって。全然知らなかった。もうベヨネッタなんていじれねえから、もうとりあえずビッグいっただけだったからな。いやもう撃墜されろっつうの。スマッシュだな。発生悪くねえし、月光がスマッシュ。隙も別にそこまで、まあ普通ぐらいのかな。そこまでや。マジかよ。ジャックがごまかせねえな、ベヨネットの場合。惜しいわねじゃねえよ。当たれよ。48。66。うん。なんで？内側から来たか。オッケー。ああ、なんとか。よし、あとVIPまであと一勝ってところでお会いしましょう。はい、じゃあVIP昇格戦になりますね。カズヤいきます。挑戦状か。復帰阻止したいところではあるんだけど。60と52か。やべ。95。ダメか。危ねえ。110。この戻り方。OK。やばい。危ない。台が邪魔になるんだよな、小戦場。あ、やべ、終わった。あ、終わってなかった。よかった。21。やべえ。29。でもまあちょっと食らってるからいいか。上で拾う。あれ嫌なんだよな、上半身無敵かなんかつくだろ多分。あ、やべ、あ、ま、あ、そうだ、マジアーマーなんだよな。カズヤに弱意味ねえんだよな。アーマーがあるから最低なんだよな、マジ。いや、畜生。
やべ。ミスった。やべ、もうパーセントいきじゃん。変わんねえじゃん。100。100いっちゃうと、あの変なのがあるんだよな。オレ。すげえな、月光がマジで。OK。32。わ、終わった。インスタ！あ、やべ、ジャグ意味ねえんだ。そうだ。OK。63。これいくんじゃね、ビップ。油断してるとそうなりますからね。気をつけましょうね。上で拾います。やば。118。あざす。ピップ。まあ、楽しかったな、月光が。なんか全然コンボとか分かってないんだけど、適当にやってたら行ったわ。あざーし。気持ちいい。マジでもう VIP 行ってないキャラの方が少ないよね。ということで、また次回もやっていきたいと思いますので、お願いします。最後、プレイ時間だけ見てね、終わりたいと思います。はい、ということで、総プレイ時間数が月光が、どんぐらいだ？あ、いた。5時間半だね。参考にしていただければと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。